で飛んじゃって大変さ、毎晩レッドに垂らしてるだけ、ラットストと商売ダグにしてるさ、そしたらベンジがハイに映って通り、そしたらベンジあたしをグレッチでぶってなら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 、せーの、ジャガジャン。はい、丸の内サディスティック、シンプル簡単バージョンやっていました。ウクレレのコードと弾き方は4つ弾きで、ほんとまあ入門コードなんですけど、ね、言うたらば、はい、だけどやっぱ歌い方とか歌い回しとか言葉の乗せ方ですよね。もう椎名林檎ワールドがもう炸裂してますけれど、はい、はい、でテロップと一緒に見てもらうのももちろんいいんですけれども、ご自分でノートに書き出してください。でね、この曲はですね、まあもちろんあの見ていただいて分かると思うんですけど、ショートカットバージョンにしてますからね。今のは1番やって途中のところでもエンディングに行っちゃったって感じなんですけど、フルでやりたい方はコード進行をこう書き出してもらって歌詞を変えるだけでできますから。その書き出す時の参考になるように私のこのノートを見せたいと思います。イントロからあるんですけど、イントロもうちょっともっと長いですからね。あの、鍵盤ハーモニカの音が入ってる。ちょっとショートカットしてます。はい。で、こっから、まあ、演奏が始まるということですけど。参考になればと思うんで、まあ、一時停止でメモってってください。はい。ちょっとね、言葉が多いっていうのはね。よく見るとちょっとこう、ここがなんか G7 が入ってきたりとか、ちょっと違ったりとかするんでね。はい。まあ、テロップないと答え合わせしながらこれ書いてもらうといいと思うんですけど。で、感想をやって、して、ここ、まあ、また、コード進行は一緒なんですけど、まあ、サビみたいな感じで、エンディングの方に入ったということで。後半やるかっこいいバージョンは、ここの感想をやってからもう一回こっちのマーシャルの匂いに行ってこっちに行こうという、そういうバージョンに しようと思ってますんで、まあ、参考にしてみてください。はい。かよし。そしてこれ、最後エンディングやって終わったということ。で、出てくるコード。はい。今やったシンプル簡単バージョンはこの4つです。F と E7 と Am と C7。これですよ。これはなかなかの入門コードでございます。はい。ですかこれ。まあ、続けて、この丸く囲ってるのは後半やるかっこいいバージョンで出てくるんですけど、まあ、一応これ説明しとこうかな。もう Em7 っていうのはここのグループで、この Fm7 も後で言ってきます。これをちょっと後で説明するの。この5つはですね、はい、ドーン、これです。ガゼレリ比数コード。以前その8個のコードを分かりやすく解説してる動画、ここにリンク貼っておきますね。このリンク、めちゃくちゃ面白く分かりやすく覚えられるんで、ぜひとも行ってコードを覚えちゃってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説。さっきもちょっとこれ言ったんですけど、Fm7 というコードを使うと思います。ちなみに、こっち書いてないでしょ。かっこいいバージョンでは、この F のところ全部これで弾きます。F メジャー7。これだけちょっとおさらいというか、お勉強しましょう。これは結構深いですよ。押さえるとこ、こことここなんですよ。この2個。こことここだよ。ちょっと今までのこと違う。響きはこう。なんともこう、切ねえ感じです。切ねえ感じ。はい。で、私のおすすめの押さえ方、人差し指を上げて、この2つの指で押さえるのがいいと思います。で、例えばこの後 E7 だったりとかすると、この指が先行してちょっとこう先に行けるんですよ。これが、ここのね、もう数センチが、なんていうか、こう、タイムラグを生んでしまうので、こう、すぐ行ける。なんで、まあ今から覚える人はこうやって押さえるのがいいと思う。この人差し指をこっちに先行に行かせるためです。はい。これが F メジャー7ね。はい、覚えておいてください。でですね、今回、ズバリ言います。かっこいいバージョンは、かなりリズム難しいです。はい。基本的には大まかに2個のリズムがあります。2個のリズム。まず基本になるのは、この16ビートのチャ、丸1。これ、丸とか星とか書いてある。丸はね、これちょっと見てもらいたいんですけど、ここに0って書いてあって、ワンブロックに F と E7 って書いてある。ここを1個0にとってますということなんですけど、それを参考にして、黒いと黒丸は E7、白丸は F ってことにしますよ。白いとか。だ、ん、だ、ん、ち、ん、だ、だ、ち、だ、だ、つ、だ、つ、ち、つですね。だ、ん、だ、ん、ぱ、だ、だ、ぱ、だ、だ、ん、だ、ん、ぱ、つ。こんな感じです。
ダンダンチャンダダチタダンダンチタ。黒いとこは E7 なんで、ダンダンチタダダツドドンドンチ、ダンダンチタダダツドドンドン、こんな感じです。口で言うといいかもしれませんね。この丸とバツと星、なんとなくこれイメージしていただいて、これが全体像を支えております。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ダンダンチカジャジャチカジャンジャンチキジャンジャンチカジャジャチカジャンジャン、こんな感じです。ジャンジャンチカジャジャチカジャンジャン。後半の方がちょっと遅れてくる感じ。ジャンジャンチカジャジャチカジャンジャンチカジャンジャンチカジャジャチカジャンジャン、これですね。ジャンジャンチカジャジャチカジャンジャンチキジャンジャンチカジャジャチカジャンジャンですかね。こんな感じです、雰囲気です。はい、これが、今やったこのこれですね。ジャンジャンチカジャジャチカジャンジャンチキ。はい、じゃあ次これ、こっちはかなり難しい。一番の A メロ、報酬は入社後。ここはですね、こっからここまで繋がってるフレーズになってます。はい。これがちょっと深いですね。いいですか？これ長い！長いんですよ。これ長いでしょ？はい。これちょっと、もうちょっと開こうか。こういう感じで見せとくといいかな？見えたかな？はい。ここにコードが書いてありますけど、ここでやってください。最初ね、ダダッって2回、F を弾くんですよ。ダダツツツツツツダ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 ンツツダンツツ、そんな感じです。わかるかな。これはですね、ズバリこれをそのままメモっていただいて、下にあるところでそのコードを弾くっていうのがいいと思うんですよね。ここはちょっと難しいです。ちょっとやってみましょうか。ダダツクツクツクダツツダツクダツクダツタカツクジャンジャンです。ね、説明すると難しいな、こういうのは。はい。今の国、口で言った方がいいかもしれないな。じゃん、じゃじゃつつつつつつ、じゃつつ、じゃつつ、じゃつつつ、じゃつ、じゃつつつ、じゃーん、じゃーん。最後の C7、C7 は、じゃーん、じゃーんですね。やってみよう、もう一回。だだつくつくつく、だつつ、だつく、ばくつく、ばくばくつく、C7、C7。ばくつ、だつく、ばくつく、ばくばくつく、ばんば。はい。これちょっと難しい。カッティングも入ってますから。ちなみにちょっと前後しましたけど、これ16ビートとカッティング、16ビートのチャとカッティングっていうフレーズで、基本的にはこの16ビートのチャとカッティングなんです。このやり方、一応ここにリンク貼っています。これでも言っときますけど、最高難度レベルの難しさなんで、皆さん、いずれはこれができるようになってもらいたいんですけど、やっぱりこの曲はね、このファンキーさを抜きには語れないなということで、ちょっと一個の目標として見といてもらってもいいかもしれません。あと、シンプル簡単バージョンとかっこいいバージョンの違いで、ここのところのフレーズ、が出てきて、ここは、シンプルバージョンは C だけでやったんですけど、かっこいいバージョンは C、C、Am、Em7 ってここ、言葉に合ってる。この辺がちょっと出てくる。この辺ちょっとびっくりしないように注目しといてくださいませ。動画内でですね、このマークを書いておきましょう。なんかリズムの参考になるといいと思うんですけど、例えば、立憲 6-2-0 ちょうだいのところは、F から G7、C に行くところなんですけど、例えばここ、この風に表記します。F から G7、バーン !C が今食い込んだでしょ？じゃんじゃか、じゃんじゃか、じゃんじゃじゃじゃか、バーン、じゃんじゃん。C が前にドンと入ってくるっていう、これ、そのシンコペーションマークですね。ちょっと参考になればということで、これも書いておきますので、チェックしておいてください。そういうことでね、まあじっくりね、体の奥からこうグルーブが湧くようにしたいんですけど、やっぱ細かく見ると本当自分でも書いてると思うんですよ。なんか難しいなと思うんですよね。だけど書くと難しいって感じなんですよ、逆に。書かずに、ダダツクツクツクジャンツジャンツクジャンツクジャンジャカツクバーンバーンっていう感じのフィーリングで持ってった方がいいと思います。これを文字に起こすと難しくなるってだけですから。もっとこの、聞いた感じ、雰囲気、リズムの、グルーブをこう体で感じ取ってそれをやればいいわけですから。今これしょうがなくっていうか、もう皆さんに伝えたいためにこう、なんかめんどくさい表になっちゃってるんですけどね。まあでもこれが一番わかりやすいかな、伝えるためには。ってことでございます。皆さんすいません。はい。で、歌はやっぱり歌のね、乗せ方も一個のグルーブというかリズムの一個なんで、その辺もこうリンクさせて、ウクレレのこのストロークとね、言葉がリンクするのがかっこいいと思います。さあ、それでは、ちょっと落ち着きながらね、ちょっとロングバージョンでやりますけども、丸の内サドスティック、かっこいいバージョン、やってみる！東京は愛せろ何もない理由
けの水真っ白においで尖ってた Heads up My body to be 大してるだけラッドスタートショーバーダウンにした嘘そしたらメンジが濃いバージョンやってみました。まあめちゃくちゃファンキーでですね、もうなんか、楽しいです。だがしかしやっぱりリズム難しいですね。特にあの最初の報酬は入社後へこせて結構言葉に合ってんですよね。報酬は入社後このシャゴってか合ってんですよ。シャゴへこせてでんでんとかこういう感じでね、言葉とリンクさせてリズムを捉えると、まあ、かえって早いかもしれません。あの表を見ながらやるとすごい難しく感じるから、まあいろいろ合わせ技でそのご自身がこう掴みやすいところを探していただいて、まあ、いずれはこういう風にできるようになるととっても気持ちがいいですよ。本当になんかこうリズムにねこうガーッと入っていっちゃうって感じで、ああ朝からもテンション上がりました。ありがとうございます。椎名林檎さんの丸の内サディスティックやりました。ご案内させていただいております、ガズの初めてウクレレなんですけど、大好評いただいておりまして完売になりました。ソールドアウトです。皆さんありがとうございます。とはいえですね、もう次回の入荷決まってます。でなんとかクリスマスに、クリスマス時期に間に合うようにまたご案内できると思いますので、ガズの初めてウクレレ気になってたのに売り切れちゃったのっていう方ご安心ください。もうすぐまたご案内できますので、よろしくお願いします。あとはですね、このガズクラブ。これもね、相当盛り上がってまして、もう今600名超えてきましたね、メンバーさん。はい。これめちゃくちゃ楽しいことになってるので、ぜひガズクラブをご検討ください。そしてこのアプリもあるんですよ、ガズレレってアプリ。このアプリを見るとですね、曲もいっぱいあるし、あとメトロノーム機能とかいろんなね、付加価値もどんどんこれからも追加されていくんで、アプリも、この辺のことすべてガズレレのホームページのね、トップページから探せるようになってるんでお願いします。あとグッズもいろいろあります。いつもガズが使ってるこの、ストラップ。このストラップもいろいろカラーバリエーションもいろいろあってね、こういろんな色のバリエーションもあるし、あとこの水引きの、これがね、ガズレレではね、おなじみなんですけど、これガズの両親が手作りしてるやつなんでね、これ一個ずつ違うんですよ。こういうのもこうホームページにあったりします。あとは、これですよ、これ。じゃーん。はい、リットミュージック社から出てるこの3冊の本。これはですね、もう、こっちは、この赤と黄色100曲、それぞれ100曲入り。こっちは初心者さんに向けた簡単バージョンなんですけど、これがですね、もう超わかりやすくて、もう大ヒット中です。この3つで、そろそろ10万部に到達という、本当に大ヒットになってるんですけど、やっぱりこうわかりやすいからだと思うんですよね。ぜひ皆さん、これ、大手書店さん、楽器店さんなどに、置いてあると思いますんで、ぜひチェックしておいてください。そしてガズレレではですね、もうまだまだこれからもね、面白いこといっぱいやっていく予定ですんで、皆さんフォローの方よろしくお願いします。いや、音楽聴くよりやる方が楽しい。皆さんどんどん音楽始めていきましょう。それではまたお会いしましょう。ガズレレ YouTube でした。さよなら、バイバイ。